地域を散策して地域安全マップを作成するタウンウォッチングが17日に中原地区で行われました。タウンウォッチングは地域を歩き回って地域安全マップを作成することで子どもたちに安全意識を高めてもらおうと行われました。松阪市では平成27年度から5年間で市内36校すべての小学校で実施を予定していて、今年度は13校でマップを作成します。この日は中原小学校4年生の19人と地域の人々16人が参加しました。はじめに防災対策課の職員から南海トラフ大地震の被害想定や防災力を高めるために必要なことなど防災に対する事前学習が行われました。この後地域別に分かれて通学路を歩いて回りました。どのようなところが危険か、またどのような設備が災害時に役立つかなどを見て回りました。子どもたちは空き家の瓦やブロック塀などの危険箇所や消火栓が設置されている場所を地図に記入し写真を撮っていました。学校に戻ってからは調査した結果をまとめて地域安全マップを作成しました。子どもたちが作った地域安全マップには地区ごとの設備や危険箇所のほか、子どもの目線で気づいた点などが反映されていました。今回作成した地域安全マップは学校内に掲示されるほか、中原まちづくり協議会が作成した地域安全マップに反映される予定です。次回のタウンウォッチングは5月24日金曜日に豊地小学校で開催されます。いろんな危険な場所や安全な場所があってすごいなと思いました。大変なところもあったけどみんなと協力できました。南海トラフ大地震というのがもう 80% の確率で起こると言われております。でそういうことを考えますと地域としましては、子どもたちを守る、自分を守る、地域を守るということまでを考えますと、やはり防災訓練の必要性があると考えております。今後もそういった災害に向けて、取り組みを行っていきたいというのが、方針でおります。